はい、こんにちは、こんばんは。はい、ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。いよいよですね、今回から肩のジャックに、が牝馬と種付けをして新章突入です。その新章、肩のジャックに牝馬を種付けして新しい、馬を生み出したいと思います。優秀チケットっていうのがありますね。なんだろうこれ。1日1回のガチャも欠かせずですね。なんだこのステップアップガチャ。4回引くために。SSR1 回確定だって。なんだろうこれ。SSR は 7%。これは変わらないんですけどね。短距離ガチャ、中距離ガチャもありますね。4回って4ステップ引くためにってことですよね。つまり、石が60必要ですね。まずはこれを引いてみますか。オーソドックスに。お、よく出るな、杉のキューティー。ちょっと種付けの前に、強力な、じゃなくて、で、株券を、牝馬につけてパワーアップしておきましょう。まずユーザーフレンドリーあたりがいいかな。ファビラスラフインに月のキューティーとはこれしかないのか。さてと、前回まで。こんな形で。いいですね。これ持ってる馬だったっけ？いい配合多いですね。ダメなんだ。危険な配合なんだ。みんな堅実型ですよね。イヒトッペって言うんですよね。これ勝負根性 S で瞬発力 SS と、なかなかこれ優秀です。イヒトンペってレベルどうだったっけな。これ種、株券みんなもレベル見れるようにしてくれたら嬉しいですね。これか。ああ、なるほど。レベル1なんだ。こいつ強化させないとな。全部使っちゃえ。ヒヒン丸。それでも12までしかならないのか。こうなったら、奥の手を使いましょう。SH ガチャ。ノーマルです。
金のひひ丸像がある。で、これで株券に。イピトンベなのか。これ13までしか上がらんのか。生産チャージが補給されるのみですね。まあ、この辺をベースに考えましょう。でもな、ひひん丸やってもすぐ種馬つければいっぱいになるからな。一応あれには困ってないんで、フレンドの見てみますか。スイープ図書いいとは思うんですよね。お、カレンちゃんもいる。上を見てみよう。まあまあなんだ。まあまあなんだ。アーバーシーみたいに振り切ってるタイプはいいかもしれないけど、向いてないのかな。ウィンドリーハーヘアって多いよな。サドラーズギャルか。これいいね、シーキングザパール。1500。ちょっと距離適性が短くなっちゃうとこあるんですが、まあスプリントも取りたい。となった時は、やっぱり、狙ってみてもいいかと思います。あ、でもシーキングザパール覚醒されてないんだ、この馬。もう一度株券で見てみよう。株券で覚醒化されてるのがマルペンサー。まあそれと比べれば、まだフレンドの株券の方が覚醒されている可能性は多いんで、平均型っていうのはやっぱり気になるな。堅実型ではないとな。確かにウィンドインハーヘアいいんだけどな。あー、まあいいんじゃないか。サドラーズギャル。悩ましいですね。何にするか。早く決めろっていう声もあるかもしれませんが。このサドラーズギャルにしてみましょう。チュアルも強そうだし、安定はしそう。飛び抜けたところはないからな。さて、平凡っぽい。青にはなる。
飛んでる。躍動感そんなにない。おっと、滝から抜け出た。結構すごいかも。なんだ。おっと、これ集団の先行歩いてる。結構いいレベルかも。時計が出てくる？出てこないか。集団の先行を歩いていると結構いい馬らしいです。ヒマですね。今回サドラーズギャルか。おてんばね、型のおてんばっているんだよな。仰げおてんば、仰げおてんばな。仰げなおてんばって何があるんだろう。青くておてんば、ちょっと一旦止めます。仰げおてんばで検索。お待たせしました。ちょっとキャラでですね、おてんばで青い髪の、女性キャラっていうのを探してみたんですが、女性、これって納得できるキャラがいなかったですね。どっちかというと女性キャラってなんか不憫っていうような、不憫だったりクールだったりっていうようなキャラが多くて、おてんばって疑い、間違いなく言えて、かつ有名なキャラっていなかったですよね。まあ普通、青毛か。青毛。まあ、青って言っても黒に近いんですけどね。競馬の馬の場合は。そのまま文字を見れば青いっていう感じはするんですけど。青ね。あんまり青キャラっていないよな。圧倒的な風格の持ち主だってね。一番近いっていうキャラとしては、おてんばって言っていいかな。おてんばっていうか天然って言った方がいいけど、もう20年前になるんですけど、機動戦艦なでしこでよかったかな、の、ミスマユユニカあたりが。ただね、おてんばではないよな。天然だよな。おてんばじゃないよな。といっても、おてんばも、型のおてんばもおてんば使っちゃってるしな。なんか青毛とおてんばって相反するんですよね。もういいや、この辺は愛情がそんなに。でもな、サドラーズじゃな。ちょっと待、もう少し待ってください。お待たせしました。ですね、サドラーズギャル、名前決めました。サドラーズギャルって、サドラーズウェルズのはずなんですが、このサドラーズウェルズの馬名自体が、バレエ、ロンドンにあるバレエの劇場から来てるそうなんですよね。で、バレエなので、まあ、プリマっていうのは、いいかと思うんですね。と思うんですが、バレエ作品って言ったら昔アラベスクだろうということで、アラベスクで行ってみたいと思います。型のアラベスク、これで、ね、大丈夫です。さてですね、
もうデビューさせていいのかな、優秀牝馬に出走させることはできませんっていうか、これ見るともしかしたら、牝馬参加まだ取ってないから狙いたいんだが、これデビューさせなかったら翌年3歳にならないのか、並んで済むんかな。はい、ですね、このままデビューさせるとオークスに間に合わないっていうありましたので、翌年の2月まで早送りしたいと思います。このですね、2月の時期が2歳のままだ、3歳になるわけじゃないんですよね。これでデビューできれば、何だったっけ？デビューできれば、クラシックが近い。1.0 倍来たよ！これがデビュー戦。おお、これワクワクするよ。後ろからやっぱり行く馬ですね。もちろんスローペースっていうのもあるんでしょうけど、さあまくっていった、上がっていった、ケマコレクターが結構差を開いてるぞ。さあもう4番手だ、すごい勢い、ぶっちぎった。大勝です。これすごいな。いや、圧巻のデビュー戦でした。タイムもなかなかいいですね。と、いい思いきやっていう感じはありますよね。長い距離って耐えられるのかな？マイルが合うからなんたらかんたらって言ってたけど。おお、これも 1.0 倍。グリグリですね。
ースを見守ります。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは5番決勝アピール先頭、そしてその後ろから1番後ろから2番手ですね。あ、最後方に下がった。さあ飛ばしましょう。もう直線だぞ。まだ最後方。アイルトピックは先に抜けた。ぶっ飛んできた。子供扱い。これすごい馬やな。4コーナー最後方にいて、こんだけぶっちぎるんだからな。しかもマイルが得意って言われて2400でな。騎手は大人です。さあダート戦行ってみましょう。おっと、ちょっとオッズが落ちた。アタックチャンプ。京都競馬場の白鳥もレースを見守ります。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。これ実在する馬じゃないんだよな多分。また最後方に下がった。さあって京都の、京都のスタンドが揺れています。アタノアラベスク直線のどうだろう。ダートはどこにいるんだ。伸びない。ようやく伸びてきたけど届くのかこれ。あ、かわした。なんとかかわしたが、ちょっとダートは向いてないのかな。芝の方が良さそう。無難ですよね。伝説を序章に過ぎないって言ってます。さあ調教パートナーを設定したいと思います。ここはですね、誰がいいんだろう。ベアナックルか。ジャンポ系に設定しましょう。そしてですね、これ牝馬なんで普通に考えたらチューリップ賞かフィリーズレビューなんですけど、いきなり行ってもいいかもしれないな。武豊騎乗馬なし。はい、というわけでですね、みっちり調教を積んで、桜花賞へ出てみたいと思います。はい、次回お楽しみに。はい、ゲーム動画で行こうではですね、チャンネル登録、高評価、すべて力になります。ぜひぜひ、
まだの方、ご協力をよろしくお願いします。はい、ブログ、ツイッターやっております。お時間あれば見ていただければ嬉しいです。最後20秒で関連動画プレイリスト流れます。そちらもお時間ありましたらよろしければ見てください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。